定です。メンマどこだよ、メンマどこだよ、メンマメンマがいないよ。そんな旗はどうでもいいんだよ。でもなんかわかるぞ、わかるぞ。メンマ見つけます。やばい。あのメンマを見つけたと同時に警察が通り過ぎていきました、はい、メンマ見つかってよかったね。あるたん、はい、だけどなんかちょっと違うと思ったなんか違う、まあ、でもまあ23年間僕はここにいなかったんで、まあ人は変わるでしょう。僕もこう変わったんで。なんとあの23年の間にメンバーが変わりすぎてしまったっていうね。ですね。おお、まあまあね、よかったです、アルタ。はいはい。ちょっとこれ、そう、アルタって面白いんですよね。こう崩すじゃないですか。はい、アルタ、あの 前髪がこうだって、こうで、そうです、こんなボサボサ、こんな感じ。そう、あのメンマがいなくなってから自暴自棄になったアルタンです。そうです。あ、いい感じです。はい。しかも自暴自棄になったのこっち、アルタンやばいこと、髪の毛も染めちゃったから不良になってしまったアルタンが。あのやっぱ田舎なんでね、髪の毛染めるイコール不良っていうイメージになってる。そう、不良ですよ。アルタンが、アルタンが不良になってしまった。そうです。メンマをなくしたからもうダメ、生きていける気力がないそして偽メンバーがね現れるっていうね。そうなんですよ。もうね、雪圧メンマっていうのもありましたからね。あの雪圧っていう、あのアルタンとあのメンマを取り合ってた人が、あのメンマの死を受け入れられなくて自分がメンマになってしまうというね。そうそう、しかも雪圧なんて安城さんとくっついたやん。そうですよ、安城さん。しかも安城さん、あだ名がかわいそうだと僕はずっと思ってんから絶対呼ばなかったんですよ。あ、あれ雪圧はあれじゃないですか、あの鶴子とくっついて、あのアルタンが結局あの安城なる子さんとね。そうそう、そうです、そうです。で僕実際アニメ版見てないんですよ、実写版しか見てない。実はそうなんですよ。そう、あの安城なる子さんはですね、はい、あの実はですね、あの分かりづらいんですけど、微妙にそのあのメンマの要素を取り入れてるんです。ファッションとか、この髪を伸ばしてみたりとか。そう、そう、あ、安城さんの家のモデルのとこですね。本当にあれ、みんなかわいそうだと思うんですよね。そうですよ。あ、やばいですよね。でしかも YouTube 上撮ってんから、僕は絶対安城さんしか呼びません。安城さん、いや、しかも安城さん役やってた女優のその名前がめちゃくちゃ面白くて覚えちゃいました。うん、なんだっけ、松井愛理。ああ、しかも面白いことに3人目と4人目の相方の名前が合体したような感じなんですよ。うん、そうですね。ペッパー、そう、メンマーの、ああ、そう、あれ立て替えたんじゃなかった？うん、じゃあ一時くっつけてくんな、偽メンマからどうしてくんの？あれですよね、あのメンマの家は確かその原作者の人のご実家がモデルだったような気もするって。そう。自分3人目の相方下の名前が愛で、4人目の相方の名字が松井だったんで、ああ、ちょうど合致してるんで。そうですね。松井愛、最強じゃない？素晴らしい。3人目4人目の時にはライブでチート使ってましたけどね。あの同じ、はい、はい、私が地元を飛び出して23年一時メンバーを亡くしてから飛び出して、そして戻ってきました。で僕がですね、ここで遊んでた橋がめちゃくちゃ変わってて、今浦島太郎状態になっております。はい、これが補修工事が始まってます。実際ですね、これが証拠でございます。
なんかポテクマくんがいるってもうパラレルワードになって、ポテクマくんがあの肉体労働してますよ、あの食品なのに本当。これからも私たちやみんなに能力使ってもらうためにしっかり直す必要があるね。メンバーもそう思うよ。ね。そう、ここの橋はですね、100歳近いですね。90歳ですね。偽メンバーがなんか呼び出してきた。あ、やばい、偽メンバーが。ジンタンやんとかないと、ジンタン。あ、アルタンが、アルタン。アルタンが、あの、幽霊みたいな感じになってます、逆に。しかも、アルタンなんかすごい、すごいことになって、なんか、ポテクマくんみたいになってあ、アルタン。ポテクマ、ポー。あ、なんだ、動画じゃないのか。ね。いい感じです。あれですよ、あのたまにね、メンマの真似をしてですね、そこに足をこうかけて、あの要するにあのここを歩いてですね、落ちる人がいるんですね。落ちるとこっち側。そうそう、いたらしいですよ。柵を越えてですか。そう、柵というか欄干を。いや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 、お化けメンマが欄干の上を歩くっていうシーンがあるんですよ。まあ、ありますね、確かに。そう、あれを真似してね、あの見事にメンマと同じところに行っちゃった人がいるっていうね。あれです。でもまあ、メンマ落ちた場所あるけどね。そう、別にメンマはここでメンマになったわけじゃないですかね。勘違いメンマの。そう、あそこにもいた。あっちにもいるっていうね。そう、多分それができないようにする補修もあるのかな。うん、確かにこの辺来るとすげえこの辺鳥肌が立ちますね。そう、偽メンマたちが失敗してね。その人がさ、観光名所かさ、観光名所じゃなくなるから。そう、そういうのは良くないですよ。せめてね、欄干の前でやらないとね。そう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 、そういうことですよ。そういうことですよ。ガチでやるんじゃないよ。あんたは武空術、空でも飛べるんだ。武空術、空を飛べるんだったらやってもいいよ。したらあんた、あーひゅーって戻ってくる。そうですよ。あ、でもやっぱすごい、なんか偽メンマの魂みたいな感じちゃいますよね。この辺なんか痛くなってね。あ、そろそろ戻りますか、はい、U ターンして。うん、ね、やっぱこっち側が強いですね。あ、アルタン分かりますか。さすがアルタン、メンマが見えるだけのことがある。偽物が多いですけどね。ね、そう、いや、でもガチで存在する偽物メンマもいますね。怖いですからね、偽メンマはね。自分が本物だって言い張りますから、ね、なんか勝手にアルタンの彼女ですとか言ってたら嫌なんて。やばい、あんた知らん知らん。誰やねんってね。そう、偽メンマの正体もいろいろ全部知ってたけど、まあ自分の機会でね、もう自分の機会行った瞬間多分ちょっとお亡くなりになっちゃう。まあマジですか。やばいですね。やばい、やばい、やばい。しかもあのゲームばっかりやってたのに、最近勉強ばっかりして初めてだったから、アルタンもおかしくなっちゃったんだ。アルタン一途ですからね。そうです、何気に。よし、次はどこに。いちいち噛むわ。パープルパープルパープルアルティアルティ。そうですね、秘密基地を開けてほしいというふうに要請をしてるみたいです。で、あの その返事を待つ間にどこかでお昼を食べましょう、うん、さん、どうしたんですか。いや、僕アルタじゃ、アルタンなんですけど、アルタン僕好きだった、昔好きだったの女の子のね、あのメンマ探してるんですけど、まあ、よくねその辺であの喧嘩とかしたり、よく遊んでたんですけど、そのなんだろう、メンマをなくしてから23年、会いたいって気持ちになってわざわざここまで来たんですよ。もう僕はここ地元飛び出してね、風が吹くまま気が向くままに行動してきたんですけど、やっぱり故郷が愛しくなって、でメンマを探そう、ちょうど今お盆シーズンですよ。メンマは絶対帰ってきてるはず。
と思って探してるんですけど、なかなか見つかんないです。あれ、 さっきからなんか周り歩いてる女の子は違うんですか？あれは偽物メンバー、偽メンバーです。偽メンバー、偽メンバーです。偽メンバー怖いんですよ、なんかこっちに近づいて、うちがメンバーだ、うちがメンバーだって言って、いや、あんたじゃないからみたいな。メンバーは白い髪の毛の綺麗な髪の毛してますからね、あれ茶髪じゃないですか。しかもメンバーは白いってピンク好きじゃないからね。頑張って探してねっていう風に偽メンバーが言ってます。やかましいよ、やかましい。絶対に見つける、ね、でも僕はメンマが絶対にかくれんぼで隠れる場所分かってるから、そこ行くまでの間に探します。秘密基地行こうとしたんですけど、なんか秘密基地勝手になんか閉鎖されてたんで。秘密基地よね、もうね、あの23年ぐらい経ってもなんか勝手に僕が作ったの秘密基地、まあ、みんなで当時いた、ね、超平和バスターズっていうチームを組んでた時に作った秘密基地を勝手になんか観光スポットみたいにされてるみたいで悲しいです。はいはい、メンマの傘がですねベンチの横に忘れられていたんですね。それを偽メンマが盗もうとしてます。うん、多分そうかもしれない。だからそう、置いて置いて、そう、いや閉じなさいよ、ちゃんと閉じてね、あ、濡れちゃうから。もうこの偽メンマ怖いんですよ。隙あらばパクろうとしてきますか。泥棒やん、捕まれ。いや、しかもこの人によっていろいろパラレルワードみたいになっちゃってるんですよ、あの花も。そうですよね、そう、なんかエヴァンゲリオンが入ってきたりとかして、そう、あとトップを狙いとか。そう、今もね、あのメンマのね世界にいるはずなのにエヴァの服着てますからね。そう、だからで、それで勝手になんかあのメンマのクローンとかいいか、メンマいつから人になったんだって話じゃないですか。やばい。てか逆になんでアルタンも知ってんのかって話。アルタンが、アルタンはゲームばっかしてたんですけど、ちょっともう目悪くなってきたんで、ちょっと暇だから何しようかなと思っていろいろと勉強し始めた。なんか知識得ちゃった。あー、いい感じです。はい、行きましょう、そろそろ。ほんと頭がいいタイミングしてアルタン。はい、あれ、マメちゃんまだいないかな。人がいなさそうです。まあでもファンの人は勝手に入ったりするんで、うん、あのシャッターが開いてれば。どうしよう。まあね、そうですよね。そう、あ、うわ、うん、うわ、そうそうそう。何をやってんねんっていうね。全くもって、あ、マメちゃんこっちにいるん。あ、マメちゃんって言ってる。はい、まあ、他にもお店があるんですけど、どうもです。あ、電気がね、わからないっていう。あれか、アルタン、はい、いましたね、アルタン。そう、懐かしいです、23年ぶりに。23年ぶりのアルタンと言いつつ、ね、実は初めて秩父に来たというね。そうです、ネタバレもされちゃいますダメだ、ネタバレをしてしまいました、うん、初めて秩父に来たんですよ。あ、そうなんです、はい、そうです、あの花の実写版を見て秩父にあるっていうのは知ってたんですけど、あ、まあ、なかなか来なくて、あとなんかネットで、はいはい、まあ、こういう写真を見たことあるんですけど、うん、うん、だけどちょっと一日だけちょっと人体になりきってメンマ探してるんですよ。ですね。あの神社とか行ったりしたんですけど、吊り橋とかいなかったね、やっぱここかなって。うん、ちゃんと掘られてる、すごい。やばいですよ。そうなんだよ、ここ。そうそう、いろいろね。そう、そっちにもありますからね、いろいろ秘密が。
おお、あの角度から撮るとアニメと一緒になる。ああ、角度計算って掘ってあるんで、すごい、うん、すごいですよ、うん、渋谷とか新宿バスクのあの山のここ来れなくてやっと来れて、ここもここでいいんだと思って、すごい、なんか本当にこのアニメとか完全再現されてるんですけど、前後左右が逆なんです。あーそうだ、あそうですよね、本来はそこ、そっちが入り口なんです、はい、こう屋根がこうこうなってるんで、はい、本来は向こうが入り口で、向こうから入ると正常の位置になる。ここを見ると正常の位置になる。ああ。なるほど。いやでも全然いいと思いますよ。こっちからも。ああ。超平和バスターズの基地だから前後左右が逆なんで、はい。こっちから見ればそのまま。そうですね。いいですね。ただそこが入り口じゃなくなるっていうことは。ああ。全然それでもいいと思います。すごい。お、懐かしいです、超ヘロバスターズ。もう23年経っても変わりませんね、長いですよ。で、そういろんな場所遊んだ場所ね、うん、この超ヘロバスターズ誰が実際掘ったのか分かりませんけどもね、さあ、うん、そうです。いや、あれアルタンがホさんじゃないですか。うん、ごめん、もう記憶にございません記憶にない、記憶にございません。あの政治家がよく言うやつですね。そうです。あ、でもこの辺にね、ここに最後メンマがいるだろうと思ってやってまいりました。はい、でもなんかいろいろとフラッシュバックして話ですね、うん、やばいですね、うん、実写版は見られたんで、ね、あ、実写版は入ってます。その時のバイクなんです。おお、お、貸してくれって買ったんです。おお、そうですね、確かあの7年前なんか夏休みかなんかに、まあ、テレビつけたらなんか、あ、始まってると思ってそのまま見て、でさ、実写で使ったやつですよ。やばい。あ、そうですね、使ってます。それからあとはお台場とかにも行ってます、持って行ってます。やばいですよね。そうなんですね、うん、2年続けて行ってるんで。おお、あの花夏祭りのお台場っていうイベントがあった時にも行って。おお、うん、そう、大したっけ、ポッポでしたっけ、なんかバイトかなんかですね、新聞。そうそう、あの、ね、ポッポですよ。一番大人っぽく見えるポッポですね。ちっちゃい時坊主でしたけど、そう、逆にアニメの頃は見てないから、あ、うん、ただ見ててなんか面白いとずっと見てて、で最終的にその次の日とか、うん、僕なんかあの花ってアニメが実写になったやつって秩父の話でしょって、そこで秩父とかって知ってたんで、うん、そうです。お、確かにそうです。ハンドルとか触って大丈夫、え、ハンドルとか触って大丈夫、大丈夫ですよ、大丈夫ですか。ポッポです。新聞配達頑張ってます。やばいですね。バイトに行かなきゃいけないですね。ほら、ポッポも見てますよ。これヘルメットのポッポ。へえー。あ。お、ポッポだ。ちょっとほこりだらけになっちゃってるけど。いや、全然大丈夫です。かぶります。髪の毛。休んでたから。ポッポです。ポッポ不良になって染めちゃいました。もうすごい。ポッポってジャイアンティックね、にこれ出せばいい、またがってほしいと、出して大丈夫ですか。大丈夫だよ。いや、なんか壊れたらどうですか。やばい。今日中年持ってんから、これ鍵やったら運転できるけど、やばいですね。
あ、やばい、ポッポがいる。あ、そう、ポッポです。ポッポマジシャンやり始めます。あ、ありがとうございます。はい、ですね。開けてないからさ。あ、そうなんですか。だからやっぱりそう、ほっくりがね、エンジンもかけてないからやっぱ止まっちゃって、あ、エンジンもちょっと整備しないから、こうやってやんない、このレールもかかんないから、大切、うん、整備しないと、うん、多分そのまま借りてポッポ出して、そのまま自分の家東京まで帰ってやばいまたバックリです。やばいですよ。車検と税金だけここに振り込んでいけばね。パクポッポです。ねえ。なかなかレアだからすぐバレるっていうね。ナンバーでバレますか。やばいですよ。これのナンバーは取ってあるんで、あの、ナンバー取り替えて。あ、やばいですね。俺特段鉄道班に捕まるの。乗って帰ってる。やばいやばい。おお、8のナンバーがこっちからだったらヘルメットなんですけど、うん、じゃあそれでいいんだけど、はい、おお、いいねこれ。ちょっと見た、あ、確かに見えないですね、こっちだとね、ナンバーが、あ、あのヘルメットの文字が見えないってことです。これが見えない。あ、そうですね、ヘルメットが逆ってことです。いや、逆じゃない、かぶる方が逆じゃないの。あ、かぶ、あ、そういうことか。取る方が逆なんです。取る方が逆なんですね。なるほど。これ動画回ってるんですか。あ、私は回してます、ずっと。あー、その眠いな、新聞配達超めんどくせえな。俺なんてもうマジックでやったってか、まあ、稼げんのにさ、もう新聞配達マジだりよ。どうも、ダメなポッポ、ダメポです。すごい、いや、いいですね、うん、こんにちは、どうもポッポです。いい子です、うん、ワンちゃんもきっとポッポだと思ってますよ。ワンちゃんも多分何やってんだと思います。あ、ではそろそろ、はい、はい、よいしょ、お、いや、ほい、うん、抜けてるでしょ。おポッポポッポ。東京まで乗って帰ろうとしたら壊れてます。リアルポッポ。アルッポです。うん。あ、いい、大丈夫。似合ってます。あの話用の自販機を見てくれと。あ、うん、でも実際ここ実際はね、登ったら来てないと登れない。あ、ごめんなさい。はい、ハンドル最初に握っちゃったらすげえ動いてた。ごめんね。あ、大丈夫ですよ。あ、ちょっとね、お、素敵。はい、メンマがパチスロに、スロットとパチンコに転生したわけですが、結構いい感じですね。
スロットのプロのこのペタバツですよ。スロットのプロなんですか、アレ君は。いや、やったことないですよ。やなんとなんと。お、様になってるような気がする。まあ、だいたい昔はこっちだけ見とけばいいけどね。だいたいこういう有名なやつはこうな謎のリズムやったりしてる。おお。セブ77揃えたいな。今がチャンス。チャンスチャンスチャンス。お。チェリー。新品。なんか当たらんのが嫌われてるのかな。23年間来なかったから嫌われてんのかな。アルタンもう知らないみたいな感じでねえ。やっちゃいけない攻撃。ポポポポバイト代をつぎ込んでパチスロにというバレた。やばいですね。、うん、すごい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 。やばいやばい。やばい。やばい。お、俺とメンマじゃん。お、アルタンとメンマだ。この777からこの超平和バスターで届いたいのに全然来ない。この辺届いたい。宿に来た。おお。なんか外でなんかバイク乗ってましたね。乗ってましたね。そうですよ。なかなか。人数がチャンスだ。あ、そこもモニターになってるんですね。よくよく思ったら鶴見さんですか。あ、かもしれないですね。かもしれない。あ、よくよくね考えたらね、そうかもしれない。ね、鶴見さんと偽メンバーと、うん、人探あると、ね、松雪厚厚ぬって意味でしたっけ。そうですよ、雪厚の方が名前っぽいですよね、確かね。雪、そうそう、いや、あだ名が雪厚でしたっけ。そうです、そうです。でも安城さんが本当にかわいそうだから、ね、で、うん、鶴ちゃんだけ鶴子だった。そう、つあの鶴子って呼ばれてましたね。で、でしかも下の名前鉄道だったら だからポップなんだ。そうです。でも絶対お部屋もおかしいし、なんて下の名前鉄道って、ね。鉄道オタクなのかもしれないですよ、もしかしたら。ご両親だ。ご両親がね。チリ子なんだ。そうです。厚めだ、あ、雪厚か。うん、嫌われてんな、さっきからメンマ出てこないな、うん、メンマはね、かくれんぼしてますからね。あ、だからほんと見つけないといけないですからね。うん、あ、惜しい、今超惜しい。お、なんかモニターがすごいなと思って、そこ
だけ栗、上だけじゃなくて横もあるっていうの。ちょっと笑ってるし、今本場メイク。メンバー来て。本場メイク。滝島メイクはいらないけど。無限ループ。やばいですね。そこなんかに偽メメンマがいますけど。偽メンマがね。怒ってる。うん。痛いと思う。なんと。怖い。まあそろそろ行こうということで。行こう、はい、メンマに会えないまま。メンマに会えない。そう。はい、最後も揃いましたが、なかなか。はい。では、すいません、また来ます。ありがとうございます。はい、